状態が良くなってきてまして、安田記念とかだったらもうすごいいい勝負をしてたんじゃないかと思っております。続きまして、ちょっと出てきてませんが、名将サムソン、登場いたします。名将サムソン、これは今判断が難しいところかと思いますが、2010年昨年初年度産駒デビューいたしまして、2着はかなりあったんですが勝ちきれずで、2歳時点の勝利数は0と、なってしまいまして、その後年が明けますと1月のうちに2頭勝ち上がり、その後も続々と続きまして2013年はここまでで10勝を挙げております。中でもサムソンズプライドが3月30日に未勝利を脱出、4月13日は500万下快勝、その後5月4日のプリンシパルステークスも後続を退けて3連勝でダービー出走いたしました。やはりダービーは18頭しか出れないですから、その中に1頭でも出せたというのは名将サムソンの底力かと思います。適距離である中長距離の番組が、年明けから増えてきたことと、成長のタイミングがですね、この時期に合っていたのではないかということで年明けからの勝ち比増えているところでございます。もともと初年度から産駒の出来は高い評価されているんですが、今年の2歳や1歳世代はより質の揃った世代でございますので、まだまだ今年のデビュー、来年の産駒のデビューもまだまだ気長に見ていただきたいと思っております。はい、ありがとうございます。サンデーサイレンスの最終世代からですね、皐月賞ダービーの2冠を奪ったまでございますから、能力がないわけがまずありえませんので、なんとか大物を出していただきたいと思います。